格式経験者や消費者などからなる消費生活審議会がきょう新潟市で開かれ新潟交通が運輸局に申請している路線バスの運賃値上げについて議論しました新潟交通は新型ウイルス下での利用者の減少や燃料費の高騰などを理由に新潟市内均一の運賃の値上げを運輸局に申請しています 委員からは、利用者への影響を考え、値上げ幅を抑えるなど、工夫をしてほしいといった意見が出ました。値上げしなくても、あるいは値上げ幅をいかに少なくできるかっていう視点でも考えていただきたいと思います。今回の運賃申請の中で、収支バランスをまず保った中で、お客様により利用し,てしやすいようなバス事業というふうに向けて、私どもも努力してまいりたいと思っております。